ってみました。青の洞窟のペペロンチーニ、ペペロンチーニノーじゃないの、ペペロンチーニ。私は具材は今日は玉ねぎとベーコンオンリー。美味しいかな。これを使って作ってみます。特のやつはちょっと後で作ります。とりあえず私の分だけ。パスタはこれに入れてるから一束出して5分茹でます。めんどくさいのでニンニクのチューブ。ベーコンはあんまり好きじゃないのでちょこっとだけ。これで炒めていきます。ご飯完成しました。これが、さっきの元で作ったペペロンチーノとサラダと作り置きの、パプリカとトマトのマリネと鶏ささみとオクラの梅肉和え。いただきます。のくん、はい、すーちゃん、すーちゃん、カットがラクダみたい。すーい、あ、かわいい。うん、のは、あ、のくん、のくん、抱っこしてほしいんやね。かわいい。はい、暑いね。うん、いいね。今週発売。イエーイ。ポップアップの打ち合わせに行ってきます。天馬です。今日着てんのは去年クレラで発売した服、ワンピ。ポップアップの打ち合わせ行ってきます。言った。あ、言った。うん、でそれが各色、一型につき3色か4色あるので、うんうんうん、だいたい色の展開だいたい 2,3 色ずつあるんで。そうですね、3,4 色あって、それを外交どんだけ持ってこようかなっていう。そうだね、2色からあって 3,4 色ずつぐらいくるっていうのは結構な。いつ半分の100個そしてたらいいやつ。あ、そうです、そうです。すいません、恥ずかしいな。すいません、ちゃんとしなかった。携帯に持ってるやつ遊んでる。いいですかね。はい、で次の文言が概要のところ、はい、そこ、はい、大丈夫です。で、公式サイトとインスタと、あとだからそのになっているからインスタも貼り付けはできるし。あ、確かに貼り付けてもらってもいいですか。私の URL 送った方がいいですか。
リーナー、アルファベットは RINA です。で、最初は文字。はい、ありがとうございます。はい、今、打ち合わせを終えて、神戸の方に帰ってます。もう時間が12時を超えてて、すごい長丁場だったんですけど、当日の流れとか、皆さんをどういったスムージーに、スムーズスムージーにちゃんとご案内できるかどうかっていうところの段取りもちゃんと決めてきたので、ぜひちょっとでも時間があったら遊びに来て、しゃべりに来てくれるだけでも嬉しい。うん、本当にこう、会ってね、実際にオンラインだったし、そう、うん、だから、実際そのいいなと思う商品があったら手に取って見てもらったら嬉しいし、私とかミューとか登録とか他のスタッフさんにも会いに来てくれるだけで嬉しいので、ぜひ5分でも10分でも時間があったら遊びに来てくれたら嬉しいです。お腹減った。減ったね。とりあえずめっちゃ久々じゃない、松屋。違う、いつぶり？しみです。松屋です。牛飯豚汁セット頭痛い、ね、もうこういう時ね、意外これがいいよね。うん、それ誰の生卵？僕。あ、私には。あ、欲しかった、美味しかった。やってくるわ。あ、生卵？うん、え、それ家のやつよ。あ、それ、うん、あ、そういうこと。うん、なんや。あ、疲れた。もう夜中の1時です。やばい。いいね、ダイエットするって決めたのにな。無理、腹減りすぎてもう頭おかしくなりそう。どうやった？ポップアップの、いや、俺ね、ほんまにワクワクする。楽しみやな。楽しみ。まあ、その何が成功で何が失敗かはよくわからんけどさ。はたっ！で、これは。それ初めてやからさ、何もかもが。そう、どんな感じになるかとかもさ、そう、わからんもんね。全くわからん中でやるから。うん、でも逆にね、なんかそれもまた人生の経験というか、人生の経験。まあ、とりあえず今回は一番私の中で大事にしたいのは、もうコミュニケーションをちゃんと取れるようにっていうのと、ほんまになんてプライベートな感じ、なんかたくさんの人に楽しんでほしいっていうよりは、やっぱりこう来てくれた人一人一人とちゃんとお話しできる時間を作って、まあ、私のことなりクレラのことなりをしてもらえたら。ああ、それはそうだね。うん、クレラのさ、本当に実際のさ、服を見てもらいたいっていうのもあるし。いただきます。でもどうなんやろ、こう今までさ、クレラのことを洋服買ったことあるってユーザーが来てくれるのか。うん、うまいね。うん、全くクレラ買ったことないですって人も来てくれるのかな。なんか通販買ったことないっていう方結構多いんよ。あ、そうなんだ。うん、まあ、分からんもんね、着てみないとっていうとこは。そりゃそうだ。試着室も作るのでいっぱい着てもらったら。そうだね。うん、いっぱいの人に着てもらう。すき焼きみたいじゃない？あ、そう。これって松屋の味なの？これ松屋の味。え、みんな、みんなすき焼きなの？ん？こっちは全部このすき焼きの味？うん。そい、てかさ、ワンコってさ、うんこをコントロールできるよな。うん、できるな。何の話や。とにかく私たちも一生懸命頑張るので、いろんな方といっぱいお話できたら嬉しいな。うまい、松屋。こんなに美味しかったんや、松屋って。いや、松屋美味しいし、こういう、なんて言うんだろう、頑張った時に食べるのがさ、しみる。マジで美味しい。マジで美味しい。うん、毎日松屋でいいわ。やべ、うん、ひなのご飯食いたい。あ、ほんま？美味しい、助かるよね。その時間でもやってくれてるっていう。日本最高。日本
日本限定なんや。日本。わ、入れすぎた。そう。あ、それやばい、絶対むせる。海外24時間とかないでしょ。そうなん？知らんけど。知らん。知らんのや。どうか綺麗に食べたよ。まあ、ということで、たくさんの方とお会いできるのを心の底から楽しみにしています。残り2週間、私たちも全力で、ね、いろんな仕事をしながらやから、はい、大変なんですけど頑張りたいと思います。頑張ります。じゃあ、おやすみなさい。バイバイ。おやすみじゃないかもしれない。でも夜どこさ、あ、そこそこそこ、せーのおやすみなさい。せーの、せーので、バイバイ。